はい、この方はよくご存知だと思いますが、小泉純也さんといいまして、小泉純一郎元首相のお父様です。防衛庁長官をやった方です。でこの方が実は、在日の帰国運動の中心人物だったんです。なんでおかしいでしょ。おかしくないんです。この方のルーツがそこにあるってことです。はい、この方がその小泉純一郎さんですね。私が思いっきり装飾をつけて三条プラスして、おりますんで、あとでゆっくりご覧になってください。でこれがカーシス・ルメイさんとおっしゃいまして、日本に対して焼夷弾を使って攻撃しろと、爆撃で、日本の都市を全部焼き払えという計画を立てた、当時の将軍でして、この方が戦後日本国から叙勲を受けてるんですね。その叙勲を受けるのに奔走したのが小泉純也さんだということで、お前らいい加減にしろということなんです。はい、でこれがその3番目の小泉なんだっけ進次郎君で、これはよく聞いてる一番うまいよねよく似てるよね。この人何だっけ、一橋、そう、八橋一橋一橋あのね、目がそっくりだったね。僕はね、目で物を人をその判断するんでちょっと怖いですね。ほらこんなことやってから怒られるでもこういうとこ着目する、その着眼点はいいでしょ。はい、ということで今度は歴史じゃなくて現状に入っちゃうんで、現状に入るには、ちょっとちょうど3時になったし、1時間連続して喋ってると、喉が乾くです喉が乾くですので、15分休憩します。で3時15分に再開します。じゃあ再開しますよ。今日は話が非常にアカデミックで、国際国際大学の大学院みたいですね。これ分かるかな。まあいいです。はい。ということで、日本の在日といわれるグループの中に、朝鮮労働党の流れを組む人たちが今でもいるはずです。もう数はどんどん減ってはいると思う。でその方々も対象になっていると思うんですが、今現在の北朝鮮の中枢から指令が出てますね。それは何かっていうと、朝鮮労働党による日本国内の民族化運動を偽装しろと、つまり日本で右翼の真似をしろという指令が平壌から出ていたんです。で最初はそれは淀号グループに対して与えられたんです。で淀号グループが結局日本の国内においてプレゼンスが非常に弱いんで、それ以外の人たち、いわゆる左翼系の人たちが招集されたで、左翼系の方々が右翼のふりをしていると、もう一回言います、左翼系の方々が右翼のふりをしている、これは現実です。そして在日極左勢力によるエセ右翼活動というものが、実際に毎日のように行われています。でこれは隠れ在日による在日攻撃、当然ながらその日本の右翼を標榜する連中が日の丸を振り回して、日本にいらっしゃる在日の方々を攻撃すれば、攻撃された側としてはやはり我々は未だに差別されてるんだと、日本という民族からこれだけ嫌われてるんだと思うでしょ。そこが狙い目なんです。そう思うことによって民族意識が再認識されるわけです。そのためにわざわざエセ右翼と言われる人たちが動員されてるんです。例えばこのエセ右翼はこんなことを主張してますね、在日に参政権を与えるべきではないと。
この意見を、全く同じ意見を持っているのが朝鮮総連なんです。朝鮮総連もまた在日に参政権など与えてしまえば日本人と同化してしまうという恐れを持っているわけです。したがって反対してるんです。衛星右翼も反対してるんです。衛星右翼も背後に同じ人脈がいるということだったんです。この単純な構造がわからない人は永遠に何もわからないと。例えば衛星右翼が朝鮮学校を襲撃する、これ当然ながら朝鮮学校の父兄の方々や周囲の関係者は日本に対して怒りを覚えるでしょう。でもね、その衛星右翼が実は北朝鮮とつながってると知ったらどうでしょうか。全然違う対応じゃないでしょうか。はい。で、実はこの衛星右翼と言われる人たちは韓国も批判するんですね。同時に中国も批判するんです。なぜかというと韓国と日本の関係が悪くなれば北朝鮮と韓国は近づくわけです。そして日本と中国の関係が悪くなれば中国と北朝鮮の関係が良くなるわけです。したがって彼らが批判する相手は北朝鮮と韓国と中国なんです。これはアジアの結束をぶち壊すのがもう一つの目的でもあるんですけど、そしてこの、北朝鮮系在日勢力というのは他の極左勢力とも連携しています。他の極左勢力とは何かというとブラック系の極左の人たち。実はね、あのブラック解放運動というのは早い段階で左翼活動になってしまっているんです。実際にはブラック活動イコール左翼運動なんです。そして最初 あのブラック解放同盟の一番最初 あの委員長はモスクワに呼ばれてスターリンと会談までしてるんです。そしてスターリンからお前たちは日本で革命運動をやれという指示まで受けてるんです。そこまで分かってるんです。したがってこの関西という地において在日の左翼勢力、北朝鮮とつながった在日の左翼勢力と部落の左翼勢力が連携して当たり前なんです。こういう構造なんです。そして、それ以外に日本人にも左翼はいますよね。学生運動崩れの連中で、この人たちはソ連が崩壊してしまってあたふたしてしまったわけです。困ったわけです。よりどころがなくなったわけです。そして今度は中国が路線転換してしまって中共が改革開放を唱えてしまった。そうなるとこれ裏切り者ですよね。マルクス・レーニン主義どこに行ったのかとなってしまう。そうすると残ったのは北朝鮮だけなんですよ。彼らにとって最後の望みは北朝鮮の体制なんです。したがっていわゆる日本の極左勢力もまた、この、グループに参加してます。結局北朝鮮系の在日勢力、ブラック系の極左、日本人の極左、この3つが一つになってしまって、そして右翼を偽装している。で、右翼活動に出てくる連中を一人ずつチェックしていると本当に面白い。もうね、いろんなのが分かってきてるんだけども、例えばあの、主権回復の会の会長をやっていた西村さんっていう人は、調べてみたら日本共産党左派毛沢東派の重鎮であったと。これを言うと黙って逃げると思います。あのよくあの有名になったのは日本が権威な在日は帰れと権威になっていて新しい日本を作ってくれた人ですけど確かあったと思うな。あ、それからね、このブラック解放同盟の京都の会合の写真なんですけど、あの後ろの右から2番目、これはあの前原さん、後ろからさんですね、後ろからさんなんですが、この方はね超エリートプリンスオブ裏社会で、どういうふうにプリンスかっていうと、彼ブラック解放同盟の青年部長だったという話があるんですね。で、偽名で勤めていたと。ということはブラック出身ということですね。で、なおかつですね、あのご自宅にあのお伺いすると、あの玄関に池田大作先生 の写真が飾ってあるという話があるんですね。で、奥様は創価短大の出身なんですね。ということは創価でもある。え、で創価ってさ在日じゃないですか。もしかしたら、もしかしたらブラックと在日で体ができてるかもしれない DNA が。ほら超プリンス
だからこの方が日本の総理大臣になるということはマイノリティ界の勝利なんですね。だから僕はやめてほしいと言ってます。であんまり僕がいじめるもんだから最近は前原さんの代わりに岡田さん勝手でしょあんまりいじめてちょっと先が見えなくなってきたんで、イオングループの岡田さんにしようかなという裏社会の決定があったのかもしれません。だから今度はフランケンですねなんでこんなのがここに出てくるんだほら実はね4番目の勢力がこの人たちなんです。肛門と遊ぶ人たちがね合流してるんです。これがね不思議なんですね。つまりそのエセ右翼の大きな部分がほで始まってもで終わる人たちなんですこれはねどういうことなのかっていうとね未だにまだ解析は済んでないんだけども粗暴に振る舞うこと暴力を振るうことが彼らにとってとても喜びになるんです。つまり男らしい振る舞い、それは要するに彼らにとってある種の崇高の性行為であった。そういったことを楽しむ目的もあってエセ右翼に参画していると。でところがよく調べていくと自由民主党にも民主党にもそういう人脈がいるんですね。ほで始まってもで終わる人たちがいるんですね。で下手をすると今総理大臣やってるかもしれないんですそれからその後ろからさんも そうなんですね。あの後ろから先生の、恩師は京都大学の高坂先生。高坂先生は、みんな知っているほで始まってもで終わる人なんです。もう亡くなられましたけども、この直弟子なんですね後ろからさんは。まあ、そんなこともあってこのほで始まるやつがなんか政界に蔓延してるみたいなんです。でこの人脈はお互いの秘密を絶対に漏らさない。どういうつながりがあるか知りませんが、まあ、拷問で遊ぶなんか都合上ねいろんなつながりがあるんだと思うんですが、まあ、そういうものが新たな要素として加わっているということなんです。この下の方にいらっしゃるのが松下、修道塾の卒業生の皆さんですね。真ん中の左あたりに、あ、真ん中ちょうど真ん中に今の首相もいらっしゃるし、右の方に行くと今度は後ろからさんもいらっしゃるということで、実はあの皆さんあの松下幸之助といえば関西のヒーローだと思うんですが、残念ながら申し訳ないですがここで始まってもう終わる方だったみたいです。であのこの松下修道塾というのは幸之助さんが若くて可愛い子を集めるという目的でお作りになったというふうにおっしゃっている方がいらっしゃいます。これ財界日報という雑誌に書いてありますので読んでください。これはこれはなかなかあの忠実な作品であると私も自画自賛しておりまして、あの後ろから前原さんがこう来てるというのは、まあ、実にねぴったりだと思うんですけども、で実際あのこの首相は学生時代柔道やってたそうです。これからね